まずは第1ラウンド。いつも以上になんかワクワク強いですね。今までずっとムカついてきたやつなんで、そいつとやれるってやっぱなかなかないっていうか、対面した時もかなり結構緊張してる感じが伝わってきたんで、相当メンタルというか精神的には来てんだろうなっていうのは見て取れました。はい、やっとなんか今までの分回収できるなって。はい、だからその大晦日やったんですけど、それ響かなかったんで、それを受けて、じゃあ画像は見てないと。はい、いい雰囲気だなと思って。めちゃめちゃな格闘技ファンじゃない人たちも来てるわけじゃないですか。まあまあ、そういった意味ですごい新鮮だなっていう、改めて朝倉未来はすごいなと思いましたけど、いい意味で利用させてもらっていけたらなと思って、ありがたいです。いやでもな、そら技術的なな面ではな、負けたかもしれへんけどな、俺お前が一番さ、そらでさ一番心配しとってさ、戦うファイトスイーツあるんかなって、前に行けるんかなっていうのをお前最後まで言ってたやん、自分が前に。歴が違うんやから。俺はお前のことほんまに買うかと思うで、みんなそう思ってるから。感動してる。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。ほんまそら立派や、ほんま立派やと思った。俺はどうだ、バトンもらったよ、マジで。マジでそうかもな。何万人気持ち入って、俺も格闘家にとって一番大事なやっぱ気持ち。やっぱりその前に出る気持ちじゃなかったら、相手のことは殴れないし蹴れないわけですよ。でその技術的な部分で言えば、やっぱりまだ4ヶ月5ヶ月しかやってない部分があって、まだ追いついてない部分が多少あったと思いますけど、もうそれより大事なやっぱ前に出てお客さんにも見せて自分にも打ち勝つっていう部分が見れたんで、俺はめちゃくちゃパワーもらいましたし、あいつのことを誇りに思います。変わらんす。もう言うことないです。試合見とってください。あんまもう試合前でペラペラ喋りたないです。僕はやっぱりそのスダリオ選手のパンチが当たったらどうなるのかなっていうのはあるんですけど、やっぱりスピードでアンポ選手のこの間の K1 の試合見たんですけど、多分ストレートとかバーンって入ると思うんですよね、あのスピードで。で1ラウンドしのげば2ラウンド3ラウンドってなって、どんどんアンポ選手が有利になってくるんじゃないかなと思ってます。これは体重差とかでやっぱスダリオ選手がめちゃくちゃ有利って言われてるんですけど、俺はやっぱ ちっちゃいやつが大きいやつ倒した方が面白いと思うし、アンポ選手やっぱテクニックとスピードも半端じゃないから、俺はね、なんかその俺はアンポ選手が勝つって思ってます。技術じゃアンポ選手の方がキックボクシングが上手いと思うので、まあ、それに対して40キロ重くてパワーで戦った時にどういう戦いになるのかは楽しみですね。スダリオ選手、スダリオ選手が勝つ、が勝つかなと思います。パワーで押し切るかなって感じですね。体重差ってレベルが上がってくれば上がってくるほど結構大事になってくると思ってるんで、僕らとかアマチュアの喧嘩自慢とかだと別にね、体重差ちょっとあろうが何しようが、相手が全然やってないやつとかだったら全然引っ張らけちゃうんですけど、やっぱりスダリオ選手もかなりやってる選手なんで、はい、やっぱりどう頑張ってもアンポさん負けちゃうのかなっていう風なのは俺の印象ですね。結局、まあ、スダリオ選手って止まってるものには125キロの拳に力のベクトルを乗せれるんですけど、動いてる相手に自分が距離と角度合わしながら130キロのパンチを僕は打てないと。まあ、詳しい話は言えないですけど、ポジショニングと足を止めたディフェンスをしない、本来ありえない体重差なんで、賛成じゃないですし、でその45キロも差があったらぶっちゃけ技術は無効化する可能性もあるんで、だからまあ考えれることはやってますけど、ちょっと本当に蓋を開けてみないとわからない。僕ら選手勝たすのが仕事ですけど、もうその前に試合終わって無事に家族の元に返すっていうのが一番の仕事だと思ってるんで、本当はもう大反対
ただ俺はめっちゃ足使う。初っ端キャーンってなる時に来る可能性あります、ね、来るけど離れて、いや離れないんだけど、無理してそこで打ち合わないでしっかり仮面になって位置ガードして、もう入れる距離になった瞬間一回顎を引いてガードしながら思いっきりローパー相手に動くのは右だけロー、右ローケットなら右だけ気をつける。ええな、カーブええな、やばい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 、え、なんでダウン、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 そして、鬼丸ホーム様より金一封が強さ、見ろ、落ち着け、落ち着け、ブン、おーい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 、えぐい、えぐい、えぐい、ナイス、ノリゲ、おーい、えぐい、ジョリーってやつ結構打撃センス自体はあれ、あれだよ。ほんまにおめでとうやな、嬉しいわ。絶対にやる、いや俺も続いてやらなあかんなって、さらにその気持ちが増した。今日絶対最高のように釣るから、お前今までな、昔から思っとったんやけどな、今めっちゃ頭いかるとか、やけどな、もう頭いかるとかってことでとるわけやろ。今までずっと犠牲にしてたよな、遊びも我慢して、臨場も我慢して、いっぱい犠牲にして己高めてきたやろ。お前の日々、ずっと見てとった。だから今ここで見せつけろ。ああ、アイコの何が違う、タイミングだけでお前の全部勝てな。今僕ビビったぞ、ビビった全部見せつけろ。今日は俺らやで、なあ、レッグファイナル、レッグファイナル、まずは第1ラウンド、速い、速い、速い、サンパはどこを狙うか。効いてない、効いてない。延長なしですか、ね、え、延長みたい、正直延長やっぱり。じゃあ1ラウンドだけいきましょう。おエクストラ。さあ最後の1分、さあ出るか、スダリオ選手、スダリオの人生か、アンポルキアの生き様か。いや綺麗にやっちゃうと、そうっすよね、潰しに行った。危ない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 ぞ。これがスダリオの形です。プレッシャーかける、まもなく30秒経過。早いっすね。あーっと、さあ余裕出さない方がいいんですよ。スダリオ行けば、そうそうそう、セカンドはアンポが上、スダリオ選手あと20秒ですね。あーおー、握ってる、あと15秒、もらわないっすね。やはりアンポ選手、左の目の上を切っているのアンポ、スダリオ選手10秒いけるか。おーここで一旦止まります、ここで一旦止まります。スダリオ選手前に出ていかないと。さあ潰しに行きたい、スダリオ最後の一発あるか、どうか、この距離感、泣いても笑っても前出ないと。ここで一旦止まります。さあこれで試合受けすることになります。スダリオ強しかアンポルキアか。ジャッジ白川、赤アンポ、赤アンポ、ジャッジ大沢、赤アンポ、2人目も赤、ジャッジ勝本、赤アンポ、ジャッジジョビン、赤アンポ、ジャッジオーディエンス、赤アンポ、以上5段階をしまして勝者アンポ。申し訳ないです。いやでも負けてないよ、マジで。いやだいぶパターンもスピードの感じも読めて、うん、あこれ多分もう2ラウンドあったらいける、うん、3ラウンドあったらいけるなと思って、やっぱ早いから捕まえていけない。そうですね、早いは早いです。いやでも俺アンプ全然持ってくるかなと。いや全身全霊で逃げることもちゃんと意識してる、だからめっちゃ入ってめっちゃ勝って、そうですね。
いやでもあれ結構グラッと来てましたけどね。あれベタベタ飛んでるの見えたんで、はい、あれベタベタ飛んでるの見えたんだけどね、ブレイク前かなんだろうっていうのが出たんだよ。まあまあしょうがないな。いやでも多分負けてるって思ってない、見てると絶対判定では熱いけど、まあ結構1分でも結構疲れるのかな、まあ、まだまだいけるなっていう、こう予想通りっていうか想定通りで、まあ、スピードがあってでもやっぱパワーはそんななくて、だからまあ倒される心配は全くなかったんですけど、まあ負けるとしたらポイン、あの判定負け、まあ、判定までいったら絶対負けるだろうなと思ってたので、まあやっぱその通りだったですね。あーくそー、よかったな。ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったな。いや、すごいですか。いや、あんまちょっとやっぱメインイベントってこともあって、まあ、倒すのなかなか難しいなとはもちろん思ってたんですけど、倒したかったなって気持ちあったんで。気持ちが負けてなかったのがすごかったです。いや、ありがとうございます。そういうことです。結構注目度高かったんで、ね、次は大事ですか。そうですね、まあ一旦ちょっと今結構ほんまに正直なところ悔しいという気持ちがでかいんですよ。嬉しいです。あのか、まあ、みんなあのやっぱり体重危ないとか、アンボ死ぬぞとか危険って言われてたんですけど、ほんまに本心として俺はほんまに倒してるって気持ち本当に 100% 持ってたんで、やっぱそれが達成できなかったっていうその悔しさのも今でかいなっていう気持ちなんで、一旦ちょっと考えたいです。引退するかもしれない。よいしょ。でもめちゃめちゃ強くなってる気がする。なんか見てて。いやどうなんすかね。まあ体をもうちょっと大きくした割にスピードとかは落ちてなかったんですけど、でもやっぱあの体重差あったらそんな簡単に倒せへんだよなって、やっぱりハイキックとかも、まあ、ガード越しくらいですけど結構当たったりはしてたんですけど、全くぐらついてる要素もなかったんで。うん、目が良くてびっくりした。すがりよ。あ、よくそうですよね。思ったよりこう見るのが上手かったですね。俺ハイキック当てたかったんですよ、ね、左の蹴りを必要に狙ってたの。そうなんですよ。左蹴りもそうですね。このこうガーってくるの思ったんで、右にこう取って、その勢いのまま顔をここにやって、そこにこう正面から行ったら相手のこの勢いも利用してこういけるなと思ったんですけど、難しかったです。足効いてなかったですか。大丈夫。いやちょっと効いてましたね。カウンティック、いやあのえ、マジって思ってます。はるかだって折れちゃったんで、えみたいな。あとここもちょっと、あれハイキックにジャブちょっともらって、そう、あれだけでちょっとこうなったんで、マジで、やばいですね。ブレイキングダウンルールやから勝てたと言っても過言じゃないと思います。はい、正直なこと言うと謙虚で。いい考えや、かっこいい試合やんですよね。いや、よく言うな。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 何をあげるのかな、まず最高やろ。もう最高だ。めちゃめちゃ高い。らしいわ。いやいや。あ、ちょっとどうしようか。高形状見た。どうですか。あ、お前。お疲れ。いや、いい試合だったね。ありがとう。さすが。うまかったわ。思ったより。いや、早かったね。いや、俺もっとこう突進してくるんかなと思ったら、意外とこうキックボクシングちゃんとして。キックボクシングしてた。俺ハイキックにジャブもらったっけ、ここ。こんなんだってグラグラってして、ねえねえ、いや体重怖い。いや、お互いに本当に怪我しなくてよかった。いや、一生ヘビー級にも喧嘩売らんとこ。いや本当にお疲れ。もしも次3回目画像を間違えたとしても怒らんといたん。あ、いや、じゃあ次確認したらいいんか、それは。そう、確認してもらって、絶対わざとだと思って。わざとじゃない。絶対わざとわざとじゃない、ほんまに。ありがとう。絶対ご飯行こう。よし、ありがとう。怪我は、あ、腫れてるっすね。こっちやな、こっちは結構痛いな。ローキック、ここの。あ、そっちか。右をめっちゃいい当たりしてますね。あっちに直した。あーべっそ。いやー、嬉しいよ。でも最高やんか。まあ、その怪我は心配やけど、ね、最高やで。なかなか踏み込めなかったですね。ちょっともっと踏み込んだ。それは仕方ないって。でそうっすね。先生的にはもっと踏み込んだ方が良かったでしょ。だからダブルステップ行けって言ってるじゃないですか。まあ、それは、うん、浅かったから。やっぱね、結構ね、この2ラウンドか3ラウンドか分かんないですか。これジャブ5つ何ラウンドですか。2ラウンドですよね。それで結構ね、ジャブで
聞いたんですよ、ちょっと3か4ぐらい、いや、3かな、あれ3出会い頭な、はい、まあ、無事に済んだから、いや、ほんまそこっす、いい経験っていうかな、すごい、こんなでかいやつやるやつおらんし、うん、この1試合ってまた経験値としてウキヤの力が絶対になってると思う、でもまあこんなもんええわ、おっす、その通りっす、俺今やから言うけど、はい、タオル握りしめたから、あ、そうなんですか、なんかあったりして、勝たすのが仕事やけど、はい、その前に選手を無事に家に帰すっていうのが一番の俺の仕事なんよ、はい、お父さんとも連絡取り合ってた、そうなんです、実は、だから俺の判断でもう想像できやんから、その50キロ差っていうのは、俺の判断で危ないと思ったら、はい、止めていいですかっていうのを確認取っちゃう、そうです、お父さんも心配やからもう任せます、あ、よかったっす、いや、まあ、もちろん、結果絶対勝負に勝つんでっていうのを見せたかったんで、勝ったことに関してはやっぱり僕を勝たせるために、サポートしてくれたトレーナーや先生、仲間たちやスポンサーさんたちがいるんで、結果を出したことには、もちろん嬉しい気持ちはありますけど、やっぱり、盛り上げた勝負やったんでね、まあ、それはどの勝負でもそうですけど、やっぱり倒して勝ちたいっていうのがやっぱりあったんで、まあ、それができなかったのがやっぱりちょっと悔しいなって気持ちはありますね、もうこんな体操をやめてってもう言われてるんで、はい、もうそれはしないと思います、だからもうヘビー級の人たちも俺に喧嘩ってくるのやめてくださいまあ俺もちょっと喧嘩買いすぎるんですけどね、はい、だからスダリオだけが悪いわけじゃなくて、俺も頭にすぐ血に上ってまうとこあるし、だからまあ仲良し小良しするつもりはないけど、あいつちょっと喋りたいなっていう気持ちはあります今、